あの友達とあのメールしてる時に、うん、これ終わったら勉強しようって思う時に、まあ、あの親が大抵そういう時に限ってね、そう何やってんの、そんなに勉強しなさいみたいな時ありますよね。今やろうと思ったのにって、そう、もう一昔前にちょっとやりましたけどね。ありましたね。本当にそう感じるよね。なんだろう、不思議。パーソナルスペースというか、もうペースを崩さないでほしい。崩されるのがね、その関連あります。まあ多少ね、やっぱりその時間帯とか何か集中してる時とか、 それを邪魔されたくない時間っていうのは、ある意味スペースが広がってる瞬間かもしれないね、うん、あるかもしれないですね。あとまあ怒られた時とかね、これ以上もう傷つきたくないからピッて距離をちょっと作るような感じになっちゃったりね、うん、絶対ありますね。あるよね、ちっちゃい頃ね、うん、あ、確かにあったんですけど、僕一回母親に思ったのが、うん、あのこれ以上怒らせたらどうなるんだろうっていうのを気になって、どんだけ怒らせたんですか。どっちが、僕、あの母親が、母親がどうなるんだろう、僕が僕がだって怒られてて、うんうん、もうはいはいって生返事みたいなのしてて、うんうん、これもっと怒らせたらどうなるんだろうっていうのを気になって、なんだろう、このなんだこの実験しそうな人は、はい、もっと怒らせたくなってきたみたいな、もっと怒らせてきたくなったんですよ、おかしい、なんか面白くなっちゃったの、うん、怖い、これそういう感じかな、なんだろうで、どうしたんですか、うん、途中でどっか行ってみたりして、うんうん、あのフラフラって歩き回ったり、話聞かないふりして、あのどんどん怒らしてみたんですけど、うんうんうん、なかなかヒートアップしないもんだなと思って、うん、おすごいね、それ以上はいかなかったってこと、なかなかいかないんですよ、レベルというか、あなたが想像したものを超えなかったってこと、うん、はい、本当に、血管ぶち切れて倒れるんじゃないかなと、ちょっと倒そうと思ったおい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 、はい、いやいやいや、結構へこむけどね、ゆでだこみたいになるんかなとか本当 に、ま、漫画みたいに、はい、小さい頃にこれいくつの時の話これが5歳6歳ぐらいだったと思いますよ。よう覚えてんな、またその記憶あるな、はい、親の立場だったらどうします、ゆでだこっぽくします、いやできるかいや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 、しちゃうかも、しちゃうかな、どうなんだろう、なんか演技はするかも、5歳ぐらいだったら、あ、もうお母さん怒ってるよ、まあ、笑わす方向に行くかもしれない、うん、でももしかしたら自分はそう言ったら本当の意味でおかしくなってますね、うん、感情でね、やっぱり怒らちゃいけないけどね、うん、怒らしちゃダメだよ、だからでもなんか今同感したのがあって、うん、あの怒らせるのが楽しい時ないっす、あったかな、あるある、ありますよね、めっちゃある、覚えてない、今ふと思ったらありますね、怒らせるの面白い、先生とかもなんか怒り方がちょっとおかし面白い先生とかいて、あ、自分でそういうことをしなかったけど人がしてるの見てなんかケタケタ笑ったのあるかもしれない、優等生です、優等生じゃない、優等生じゃないよ、あの僕なんかこの先生怒ったらめっちゃおもろいぜって言った時に、うん、おかと怒らせてこいよって言って怒らせてきましたそういう時期ありますよね、あ、先陣を切って怒らしに来ました、ね、先陣を切ったんだ、やるね、ツッコミ隊長だね、でなんか友達はその一緒に怒られた時に、うんうんうん、やっぱ怒られてるんですけど、うんうんうん、やっぱ先生を怒らすのが楽しくて、うん、あのすいませんでしたはいとか言ってめっちゃうなずきをわざとらしく言ってて、でまたヒートアップしてするわな、お願いだから笑わせないで、でもこらえながらみたいな中学生、まあ、笑っちゃったらまた飛び引きそう、飛び引きそう、お願いだからって被弾するからね、はい、流れ玉に本当に縄張りぶち壊しですねいやいいですよ、いいですよ、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、まあまあ親子でもね、まあ、さっきから言ったようにあるんですけれども、はい、やっぱりさっき言ったように共通点持つことがお互いのなんだろうスペースを邪魔せずに会話ができるコツというかポイントかなと思うんだね、自分もまあ息子の話ちょいちょい出すんだけど、はい、まあほらゲーム一緒にしたりとか、はい、アニメの話一緒にしたりとかができるから、そんなにまあぶつかり、まあ、高校2年なんだけど、うんうん、あのぶつかることもなく普通に話してくれてるのかなっては思いますけどね、あ、それは分かります、なんか、ね、あの母親とはもう24時間しょっちゅうぶつかってたんですけど、うんうん、父親とはほとんど全くもってぶつからなかったんですよ、うんうん、なんかそれをキーワードにしてなんか違う話するよね、そうです、共通点を、はい、キーワードにして、例えばだから例えば漫画じゃない、僕だったらね、漫画とかゲームじゃない、はい、息子と一緒に話すのが、はい、お前こんな感じになりたいのかって、だ例えばゲームの中とかあのボロボロのキャラクターがいるわけですよ、はい、お前そのうちこんなになるよとあ、なるほどそうならないためにどうしたらいいんだよみたいなね、だからリアルな部分と想像の部分とリンクさせながらっていうのは自分もやってますけどね、うんうん、
どんな人になりたいのお前、あれだこの漫画だったらみたいな、あ確かに心に響くかもしれないですね、うん、それは俺はこっちよりこっちかなみたいな話がすると、うん、あということはこうこうこうなんだよねってリアルな今度は分析をぶつけるわけです、うんうん、そうするとあはーって向こうも言ってくれるので、今面白いよ、まあ、めっちゃ楽しそうそれ今、ね、今面白い、うちの息子ね、うん、心理系の大学行きたいとか言い出してるからね、あら高橋さんに似てきてますよ顔だけでもいいのにな、もうな顔そっくりなんですよ、え、そうなんですか、性格まで見るなっちゅう話なんだけどでもやっぱ話して心理学楽しかったんですね、多分そうだと思います、うんうんうん、そういう持ってき方すると本音で向こうも言ってくれるのかなと思いますけどね、うんうん、確かに、うん、どうされました、いや何でもないです、はいはい、いや確かに千葉ともそういう話してたなと、さあちゃんどうなの、お父さんとかお母さんとかとなんか共通の話題、自分の趣味とか、ああありますね、うん、多分結構分かりやすいと思います、うち、んうん、の家族は三線をみんなやってて、いいね、で父の背中を見て多分私本当に芸能したいと思ったんだでしょうね、うん、三線も、あ父はカラオケと社交ダンス、うんうんうん、あの琉球舞踊のあの先生なんですよ、うんうんうん、で背中を見てあの小さい頃からお父さんについていってたんですけど、だから他の同級生の話とか聞くと、うん、喧嘩をよくするとか、うんうん、一緒に洋服とか洗濯も嫌だとか嫌だったんですけど、ずっと一緒でしたね、うん、いいね、ずっと一緒、友達も巻き込んで巻き込んだ2月とかでもお父さんについてて海走りに行ったり泳ぎに行ったりしてました、2月にですよ野生だね、野生なんですよ、だからそういう共通したものっていうのが、ね、うん、今おっしゃったようにあれば、うんうん、あのぶつかる、うん、でもぶつかめっちゃぶつかるんですけど、ね、でも価値観がね、まあ、あるから、あるから、うんうん、ぶつかるんですけどすごいあの次の日またあっさり、うんうんうん、また仲良くなるんで、うん、だから共通点、だからあの喧嘩が絶えないあの親子だったら、この子は何が好きなんだろう、この子の面白く感じてるのはどこなんだろうってやっぱり理解するところが 大切かなって思いますよね、うんうんうん、で分かんないとイライラするわけじゃん、親としてもさ、で分かろうとしてるかどうかっていうところがポイントだよね、その子が、うんうん、大好きなものとか夢中になってるものとか、うん、一見自分が興味ないからって言ってそこで止めるんじゃなくて、うんうん、ゲームだったらゲームで、この子なんでこのゲームこんなに夢中になれるんだろうで興味を持ったと持つところからお互いの距離が縮まっていくかなと思うんですけどね、確かに確かに、まあ、思い当たるのありましたよ、あった、私アイドル好きなんで、はい、あの自分の父も、うん、あの三振ライブの時に、うん、ペンライト買ってたんですよペンライト、自分がアイドル好きだからって言って、おーおー喜ばすために、おこの糸があったんですよ、あったんだよ、糸があったっていうか単純に自分も一緒に楽しみたいんじゃないのあ親がペアライト振るって面白いね、面白いね、そんな感じですかね、なるほど、草薙さんは、僕ですか、はい、僕父親と共通の話題が、うん、まあ、アニメ、車、バイク、うんうん、えアニメもあるんだね、はい、へ、あの僕が小学校の頃の高学年6年生ぐらいに銀髪に染めたんですよ、銀髪髪の毛染めて、おアニメっぽい、超 長かったんですよ、はい、ヨーコだ、ヨーコだ、そしたら犬屋シャネーって聞かれて、あ、そっちか、もう思いましたよ、犬屋シャネーって言われて、犬屋シャネーのなんかマネやってんのって言われて、うん、箸よく分かったねって言って、箸よく分かった、箸は言わんだろ、まあ、ね、音俺もやろうかなとか言って、やってほしかったけど、はい、やった、でおかんに許可もらいに行ってたんですよ、うん、じゃあおかんに怒られてて警官がそんなことやっていいんかいってすんげえ怒られて、あ当時現役だったの、はい、すごいな現役じゃダメだよね、あんたの短い髪で長い髪でできんだろうってすんげえ怒られてましたね、いやー銀色ってすごいですよね、染めてみてえな、うん、確かに黒染めてるからちょっと今度そのままシルバーやってみようかなあの意外に染まりづらいんですよ、うん、あ本当、一度金髪とか完全にブリーチで落としてからじゃないと銀が入れてるんですよ、ですよね、そうか、しかも落ちそう、はい、なんで僕はもう月に1回1万5000円かけて維持してたって、うわいいです、やりません、女子力高いのか女子力、そうなんですよね、やっぱ共通があるのは、うん、大きいね、大きいですね、思いましたね、うん、確かに仲みんな親と仲いい友達はみんな共通のスポーツとか、うんうんうん、部活動とか、あいいね、部活動いいんじゃないですかね、うんうん、PTA に入って父母会とか、そうだね、そうだね、応援しに行くとか、うんうん、その代わり純粋に自分も楽しむことが大切なんだけどね、だからいやいや、この子を分からないといけないからやらないといけないじゃなくて、もうそのスタンスからもう
違ってくるので、うんうん、そうじゃなくて純粋に自分も素直に興味を持てるものをその子どもたち の、うんうん、あのテリトリーの中から見つけて本当に好きになってみることだよね。お楽しむってことが一番ですかね、やっぱり。絶対それ必要だと思うよ。うーん、中にはねいろいろと聞くじゃない、うんうんうん、そうですね、この子のことがわからないやっぱわからないもんなんですかね。どうなんだろうね。僕はぶっちゃけなんかわからないときあります。あの 100% もちろんわかんないよ、はい、ね、あ僕も自分の子供を、まあ、嫁さんが引き取ってますけど、うんうん、あの、はい、まあ、やっぱり周り前の会社だけど周りやっぱ結婚してる人多かったので、うん、子供のこれどうやって分かるんかなってこう聞かれるんですよ、うん、もし子供だって一人の人間なんだから全部何もかも分かるわけないさ、そうそう、うん、全部分かったらびっくりするよって、うん、そうそう、ユタですよ、ユタ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 全部だったからユタさんですよ、すごい。本当だよ、それは言ってませんけどね、分かんない、分かんないから分かろうとする必要性とか、その分かる楽しみ、理解する楽しみっていうのはそこに発生するんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、だから一人の個人としてちゃんと認めてあげる、うん、でこの子が楽しいと思ってる根源は何なんだろうっていうところをだけでも理解してもらえれば、うん、その人を 全体を見なくても 100% を納得しなくても、うん、分かり合えるところっていうのは確実に見つかると思うよね。うん、うんうん、ぜひぜひだからね、子どもたちと向き合うというか話し合う前にまず見てあげてほしいなと思って、見守る、見て、うんうん、確かに。そうするとおのずと子どもも自分を理解してくれる人を、うんうん、なんだろうな、感じるので、うんうんうん、そしたら心を少し開いてくると思うんだよね、うんうん、そうですね。そうすると分かり合えるところに行き着くのかなっては思うんだけど、うんうん、あと声かけ大事だなと思いますね。うん、もちろん。例えば ご飯の時も一緒に、はい、はい、一緒に食べて今日あったこととかも、うん、本当くだらない会話でもいいので、うん、小さな会話でもいいんで、うん、声かけとか大事だなって思いましたね。そうですね。あとはリアクションを求めないことかな。リアクションっていうか、例えばこっちがありがとう、おはようって言ったのに相手がおはようって言わなかったっていうのはもうこっちがやってほしかったから言ってるだけだよね、うん、そうじゃなくて純粋に何だろうな、挨拶っていうのは相手があってのことじゃなくてこっちが言いたいから言うっていうことを理解しておけばいいのかな、うんうん、だって返すかどうかまた向こうの自由なので、うん、ああそうですよね、うん、もしかしたらタイミングが合ってないかもしれない、うんうん、聞こえなかったとか聞こえなかったかもしれない、そういう気分じゃないかとか、うん、だけど声をかけ続けていけばタイミング合う時っていうのは必ずあるから、はい、その時に帰ってきた時にありがとうってもう一回返せば、あ、こんなことでいいんだって向こうも気づいてくれる、うん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 、いや、不必要に相手に期待しない、見返りを求めないってことですか。そういうことですね。それはとても大切かなって思うね。ですね。なるほど。確かにね、見返り求めたい時とかありますもんね、人間。まああるけどね、喜んでほしいとかご飯作る時とか、うん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 、まあ、男とかね、サプライズ好きだからね、サプライズして喜ばせてしまった、喜ばせるつもりだったのに聞かれたとかねあるんですかありますよ。あ、聞きたいですね。はい、じゃあありますよね、男の人と女の人の受け取り方、そうそう、この人ずれてるみたいな ありますもん。ごめんごめん、俺のことだ例えば何さ されました。ちょっと リスナーさんも一緒に考えてほしいんですけどね、僕プロポーズ失敗してますよ。一回響かしてもらっていいですか。はい、曲、エコー入れてもらっていいですか。あ、エコーですか、はいはい、じゃあもう一度いきます。人生で、ちょっと失敗したことってあるんですか。何でしたプロポーズですなるほど、なんだそれ、なんでエコーかけた今いや初めて聞きました、プロポーズ失敗するって。いや、結果的に過程がありますよね。そう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 、やっぱりこうびっくりさせたいわけですよ。はい、はい、聞きたい、ね、レストランというかちょっとした小料理店だったんだけど、はい、お花をちょっと隠しといて中に指輪を入れてたんだけど、はい、指輪が行方不明になったっていうやばっ、やばくないですかそれ花束の奥にちょっと多分行っちゃったんだろこれ待ってあ、僕似たようなことありますよ待って、その持つところの
下の方に落ちたってことそう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 指輪が落ちたってこと、はい、こっちが探すっていうね彼女が探すんじゃなくて俺がどこ行ったみたいなやばいおあたふたしてるプロポーズっていうそれ見つかりました見つかりましたけど何だったんだっていうね話だったんですけどあのバタバタはみたいなかっこつけてしれっとやるつもりがあたふたいやー素晴らしいあ僕もそうなんですよえあの車の中でおあのプロポーズしようとした時に海沿い行ってあらで車 のダッシュボードに入れてたはずなのに、はい、ダッシュボードが穴開いてて奥に落っこちてしまって嘘でしょで聞いてごめん指輪後で渡すわって嘘でしょ似たようなことしてるないや穴開くって相当な確率じゃないですかあじゃなくてあの僕が格好のために穴開けてたのうっかり忘れてた自分が穴開けたという二、はい、人とも変な穴にそう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 お腹もう災難ですよそんな災難指輪後で渡していいって言ってそんなプロポーズ初めてやわっていうプロポーズホールいやでも結果的にね、はい、そういうね、まあ、お茶目と捉えてもらえたのかなみたいな結果的どうでした、はい、あのあ成功はしたんですが、はい、最後失敗しますねいやいやそれはまだねそれはまだいろいろこれからまたあるかもしれないんでね、はいね、しなんとか僕もゴールインしましたよいや面白いですねプロポーズする時の男の人の動きってなんかそわそわしてるらしいそわそわしてますよ動きおかしいって聞きましたよ多分おかしかったと思うどんななんですかもうねあの僕の汗かくんですか嫁さん曰くただでさえ汗かきだからね、はい、僕の嫁さん曰くなんかエグザイルで戻り出すんかねえらいそわそわしてる目も泳ぐしねやっぱ目も泳ぐんだ多分泳いでたと思うあんな漫画みたいに多分あの目も泳ぐし運転集中してねえだろうと思うって、ねね、集中力かけてるよね確実にもうそのことしか考えてない何考えてるんですか振られたらどうしようっていやいやいやじゃなくてもうこの段取りを考えてるずっと、はい、すごいこうして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 って一個もこれで好きないよなとかっていろいろ全部考えて落ち度ない大丈夫か絶対ここでこうなってこうなって全部で後悔こう言ってきたら後悔してとかっていろいろ何通りか考えるんですよ考える考える言うとき大体真っ白になって何考えたか忘れてるんですそう会話に脈絡がなくなってくるんだよねすごいですね生返事が多くなるんですよ、うん、相手が喋ってきてもえでも言ってた話聞いてなかったって言ってた友達はもう聞いてないよ聞いてないというか聞けない聞けないねそんなえ如月さんも高谷さんもいつもクールなのにそんなことあるんですねあの本当にあの漫画だけの表現かなと思ったら本当なんだなと思いましたもう心臓が口から飛び出そうあの表現当たってるやつだと思いましたドクンドクンじゃないですよ高橋さん隣でガヤ入れたんですけどいやいやそんな感じだって本当に、で女の人はどんな感じかちょっと感づく感じですよね多分感づいてたって言ってましたうん なんかなんだろうこの人って思ったらしいやばいなと思うどうしたんだろう体調悪いのかなみたいな本当にそれぐらい普段と違うんだってだってっていうからしい、うん、らしいあの僕なんかひどいひどかったですよ言われた時終わってでもどうだったって聞いたら、はい、あのいつも変だけどなんか変な薬でも売ったんかねと薬だ薬だまさしくです変な薬決めてきたって聞いたそれぐらいそれぐらいですそれぐらいもう皆さん、はい、もうその時はパーソナルスペース全然考えきれませんよ、うん、もう入りまくり出まくりだから出まくり行ったり来たり縄張りとかも関係ないでもう必死に考えて縄張りのことを考えてられない考えてられないねあの時はね、まあ、お隣のお客さんのことも知らんし店員さんも知らんし、自分のことしかも考えてないねその時人がもうハイになる時は結果縄張りは見えないということですね見えないです。ハンドル汗でびっしょびしょになってます人人間って面白いですねじゃあもしかして今まで一番緊張しましたそうですねですよねああかもしれないですよね話聞いたら部長に暴言吐くより緊張したそれもおかしいけどおかしいおかしいその感覚もおかしいけど、ね、そんな暴れも入れるんだすごいなそれは何も感じなかったけど、うん、ああすごいですねプロポーズ今は冷静になって男女のなんだろうなそういうプライベートなスペースに入り込むための手段みたいなのは、うん、このパーソナルスペースの学びで気づいてるんだけどね当時は全然分かんなかったので、うんうんうん、全然もういっぱいいっぱいだったねなるほどあただ僕似たようなこと 何回もあるんですよ何千回って言いましたね今何千回何回言ったんですよっていうのが例えば僕から告白するとき毎回そんな感じになるんですよ
汗がびっしょりってことですか。あ、付き合ってっていう時も、これでこれでこれで、いやでも振られたらどうしよう、いや振られないようにこの言い方がいいかなとかって全部考えるんですよ。うん、かわいいですね。で、いいですね。相手呼び出してるのに、あの1時間ぐらい無言とかね、ずっと考えてるんで、僕頭の中で。だって漫画みたい。1、2時間ぐらいずっと無言だったりして。で、相手からしたら、挙動不審にしか見えないらしくて。あの、言いたいことは分かってるから、さっさと言えばって言われたことも何回かありますもん。めっちゃ男前じゃないですか。言いたいこと分かってってすごい言えますね。さっさと言えて。いやっぱ人縄張りを入るの大変なんですね。一回緊張がほどけたのはこれ あ, のあったんですよ、うん、その緊張が言う前にほどけたことがあったんです、うん、もう言いたいことは分かってる、オッケーするからとりあえず言ってみやばーやばー最高、前倒しじゃん、まあオッケーしてくれるんだと正気が楽になったっていう。確かにね、もう答えもらってるからね。あ、そのパターンですね、最初に。あ、参考になったね。いいですね、はい、いやこれでもし違うことだったらどうします。オッケーできねえやって。じゃあ違う話題だった。違う、いや言いたいこと分かるからって告白と思ったら違う普通の話題だった。保証人になってほしいとか。オッケーするから行ってみ。噛み出されてね。怖っ。これ印鑑、これなんだけど、印鑑と印鑑証明。危ないよそれ。そう、前言撤回みたいな。変な自信家になったら危ないですね。面白いな。それでは一旦曲はもうちょっと時間的に厳しいので、はいはい、CM の方だけお願いします。行きたいと思います。はい、はい、今日のテーマは縄張りです。ほいほい、はい、早速ですね、高橋さんに、うん、はい、教えてほしいことがありまして。何残暑、好きな人、好きな人、あるいは仲良くなりたい友達で、あ、はいはいはい、はい、うん、憧れの人、うん、とりあえず近づきたい人のパーソナリティスペースをに入るには、うん、うまく入るにはどうすればいいですかね、はい、なるほど、はい、誰かそういう人でも。いやでも今後ともある、はい、仲良くなりたい友達とかもいるじゃないですか。そうだね、そうだね、うん、例えばまだちょっとうまく話せてないけど、うん、もうちょっとちょっと親密なというか話したいな。私も是が非でも聞きたいですね。なるほど、はい、今まさにだよね。私大島優子さんに隣にいたら入りたいもん。入りたいね。でも入っていいかどうか分かんないんだよね。そうそう、とか芸能人とかあると思うんですよ、うんうん、それをうまく入れるにはどうすればいいですか、ね、やはり相手のスペースがどこかっていうのをまず知らないといけないよね。見えないから押し量らないといけないわけですよ。難しいですよ、ね、高橋さん。でさっきのほら共有物ってあったじゃん、はい、ね、共有物は経由すると、はい、あの割と接点っていうのが持たれて入り込みやすくなるよって言ったじゃない、うんうん、あえてそれをだから相手に促してみる。これどうですかとか、あーなるほど、こんなのどうでしょうか、提案をしてみると、なんだろうな、例えばその物が近くでないとこう生きないものって割とあると思うんですよ。女性同士とか男性が女性だったら、例えば香りのもの、あのアロマとか、これ結構いいんですよって言った時に自然だな。言った時にあの受け取るかどうかっていうのがまず一つね。受け取ればもうその時点でかなり距離は近いと思ってもらって構いません。そうなんだ。あ、そうなんですか。で反応だけだとまだちょっと距離があるから、うん、ちょっとそこに置いといて試してくださいね。あ、確かに。一回距離を取る、で押して引いて押して引いて徐々に繰り返していって詰めていく感じ。面白い、ゲームみたいですね、うん、あ、
あれなんですね、押してダメなら押しまくれればね。ダメですね。それ一気にパーソナルスペースわって広がっちゃいますよ、相手の。そうなんですか。だからまあ多少ちょっとえって思う瞬間はあるかもしれない、うん、それが境目だと思ってそれを感じたら一回ちょっと距離を取ってみる、うん、でもう一回詰めてみる、これを繰り返す感じが一番、時間的にかからずに相手との距離を短くするコツですね、うんうん、なるほど、確か自然ですね、うん、であと正面じゃなくて横からとかね、あ、うん、正面だとどうしても、ね、ぶつかっちゃうので、うんうんうん、さっき、まあ、女性はどちらかと深淵に近いとは言いましたけど、うんうん、やっぱある程度は楕円なんですよ、うんうん、で前後ろよりも横の方が若干スペース的には狭いのね、うんうんうん、距離が近いのよ、うんうんうん、そこから攻めるじゃないけど何かアプローチをかけてみるっていうのは割と効果的だと言われてます。今これ本当にぴったしなことがあって私海外行った時に電話がないじゃないですか、はい、うんうん、とりあえず電話を使う時はお金を渡すので、うんうん、すいません今だけちょっとお電話借りれますかっていう旅をしたんですよ、うんうんはいはい、公衆電話も使い方わからなかったんで、うんうん、あそっかそっか、2人で旅してたんですけど、はい、男の子と私、うんうんうん、でバックパッカーで会った時に、うんうん、男の子は断られるんですよ、うんうんうん、女の人で、うんうん、で真正面からすいませんって言ったんですよ、うんうんうん、ですけど私が言ったら私斜めの方がいいのかなと思って、うん、団子屋のバイトしてたんで、うん、はい、斜めから入ってすごい角度を工夫したら、うん、OK もらったんですよ、電話貸してくれたんですよ。お関係あると思いました。多分ねやっぱ斜め入りやすかったんだと思うよ。お思いましたね。そうでしょう。曲もちょっと曲いきますか。曲っていうよりもう残り番組終了前残り2分半ぐらいですね。いつも早いですね。いつもにどう曲どうした曲は曲を流そうとしたんですけど曲の時間がなかったので CM だけ行きましょうと、はい、そうか、そのままでも喋っちゃいましょうかね。はい、はい、じゃあ例えば、うん、今この仲良くなりたい人って言ってるんですか、はい、目の前にもう本当に憧れの大好きな人がいたら、はい、例えば、うん、高谷さんでした松田聖子さんとか俺だったら松田聖子さん、まあ、まあいいや、はいはいはい、草薙さんだったら誰ですか好きな女優さん。女優さんがそれが僕顔と名前が全く分かんなくて、おっと違う問題が。アリアナ・グランデでいいですか。あ、誰ですか。ちょ差があるな少し、なんかちょっと気になったな。なんでいやいいんだけどさ、松田聖子さんでも全然そしたら、はい、うん、声どんな人かじゃ、パーソナルスペースどうやって近づけます。斜め下かな。斜め下が本気で考えてください。どうやって頑張ります。なんだろう、何な、女優さんに声かけるって想像したことなかったんで分かんないけど、すごい想像するんです。妄想家だから妄想です。妄想してみようか。同感してほしいな。まず意外、やっぱり意外性が出てくるのか俺男としてはで、まあ、本当に斜め前からにはなると思う。斜め前なんです。正面は確実にもう構えられるので、それではなくて斜め前からソフトに声をかける感じかな。で、なんていうの、ん、共有物みたいな。共有物、なんか落としましたよ昭和かハンカチ落としましたよ的な。キャッチじゃないですなるほど、そんな感じなんですね。松山のキャッチじゃない、僕のだったみたいな。なるほど。だからミキティっているじゃないですか、アイドルで、うんうんうん、で、お笑いの品川の庄司さんのほかがそんな感じじゃないですか声かけて、うん、パーソナリティスペースに入って結婚したって言ってたので、おそういうのも多分あるんだろうなって今の話聞いて生かそうと思います。いや、ちょっと、はい、生かす、まずはハンカチを落とすとか、ハンカチを、はい、ハンカチもちょっと柄気をつけてね、はい、そこまでそう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 、あって広げて、あって、あ、これ僕のだって、はい、ふなしいかなんかで、はい、はい、というわけで物語15秒となってまいりました、はい、勉強になりましたねなったのかよ、はい、いや、人の縄張りに入るのは難しい、うん、そうですね、というわけで、はい、今日も本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。次回もまた骨ラジオよろしくお願いいたします。はい、それではまた来週。キリした大丈夫です大丈夫です今ので。